森律子は日本の女優。最初期の女優として、また元大義士を父に持つお嬢様女優として、話題を集め、喜劇を得意とした。1922年に訪日したエフレムジンバリストを東京駅で出迎える森と村田各子東京府東京市京橋区日吉町を生まれ、父は愛媛県松山出身の弁護士、衆議院議員の森はじめ。はじめは、長髪が、 トレードマークの熱血感であると同時に、感触を起こすと自宅で、重夜に本島を振り回すような暴君でもあり、放送界の名物男として有名だった。アトミ女学校卒業後、築地のサンマース、女子語学校専科で英語を学ぶ。1908年、川上貞役子の帝国女優養成所に入り、帝劇女優第一期生となる。当時、芸人は、 いやしい職業とされていたため、後見女学校の同窓会から除名されたとの説を福田和也らが書いているが、実際にはその後も同窓会に出席している。1916年に第一高等学校生だった弟の運動会を見に行った際には、女優のような下船なものを学内に入れるのは、学校の名誉に関わると学生たちから退席を。 求められ、それを国弟は翌日自殺してしまったと言われる。増田太郎家者の喜劇、ドッチャダンネなどに主演し、スターとなる。九百十三年には半年間の旅程で欧州訪問。九百二十九年に小畜に移り、九百三十五年以降は新パに移った。九百五十六年、女歌舞伎の名跡、四代目切り大内蔵を襲名した。 定劇のスター女優として華やかな生活を送る。一方、新しき女として、迫害や中傷も多く受けた。女優の森格子は名で、後に幼女にした。現代俳優上は小松山風著新しき女、X 成長。日本最初の西洋式劇場その舞台を飾った、低劇女優の生涯。読売新聞1915年5月25日。 1917年12月16日、武踏ニシス、吉武テルコ、1985、文芸春秋、P56 出発時の写真、歴史写真。第5月号、闇地をたどる女、松崎天民著。ありがとうございます。